これは大丈夫。昇竜拳。始めよう。よし行きましょう。相手はチュンリー。さあどういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。あれだったかな。差し返しになったかな。当たるね。当たんなかった。まあいいでしょう。昇竜拳この角度だったら昇竜拳が入る。めくられずに済むな。おお、ごめんなさい、あぶね。お、危ないよ。ギリギリ反応できた。インパクト危ねえ。中足の出かかりにインパクトが来たんでギリギリ返しが間に合いましたね。どうしようか。くぅ、まあいいでしょう。これ昇竜拳大丈夫。投げようかな。オッケー。ダイゴス、あー届かねえ。ほう、投げる。これインパクトいっちゃうかな。ドーン、オッケー。よっしゃ、これかなり噛み合ってるな。いいぞ、チュンリー相手に勝てるのはでかいからな。しかし問題はここからですよと。まあ、投げ多めでいい気がするな。あぶね、うー投げられた俺が。ちょっと安いせっかく飛べたのにもったいない。さあ投げて、ほい、はっ、もう一回、 OK、 でかい。こうだよな。うこれは大丈夫。よし、超速投だったら持続で当ててますからね。インパクト間に合っちゃうんだぜ。インパクト返し今のところ 100% じゃないの。いいですよ、当たねえか。はっ、投げる。うっ、あーチラシク一番引っかかで痛くない技に引っかかったが、んー投げはね逆に俺が嫌なんだ。はっ、うまい。これめちゃくちゃ減る対空だよね。ここは暴れちゃおう。はっ、ラッキー、これマジラッキーだった。うわーラッキーだったけど、ミスってくれたら嬉しいな。ミスってくれたら嬉しいな。あーやめてー、くえー、コパンこすっときゃよかったね今の。失敗したな。さあどうしよう。昇竜拳これは大丈夫。よし、これは使っちゃおうかな。おい、ドライブゲージが残り少ないからね。うわ、大ダメージかつドライブゲージも回復できるので一石二鳥。さあどうしよっかなこれ。 OK、 多分まだやりきれないからこっち。 OK、 おい、苦手キャラでも噛み合ってしまえばこれぐらい一瞬で終わらせられてしまうのが高橋の恐ろしいところなんじゃねえか。いやー、対チュンリー戦苦手だっていうのはね、見てくださってる方なんとなく察していただけてるかなっていう気はしますが、今回ばっかりはね、かなり噛み合ったんじゃないでしょうか。インパクト返し 100% だったからね。オッケー。いやー、よかったよかった。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。皆様はこの試合をどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そして、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。いや、チュンリー戦の勝率ねめちゃめちゃ悪いんで、これはでかい勝利ですね。